宇宙市知らぬ日美術館は、熊本県宇宙市に所在する美術館。1999年7月に合併前の知らぬ日町が知らぬ日町立美術館として開館。同町が合併により宇宙市となったため、美術館名称も宇宙市知らぬ日美術館が正式となった。美術館と図書館の複合施設である宇宙市の知らぬ日文化プラザ内に、 う市立中央図書館と併設されている。遊歩道が整備された同敷地内には、体育館や公民館、室内プールもあり、多くの市民が集う。ブラジルのピカソと称えられた日系ブラジル人の画家、マナブマナベ日系二世で戦前にアメリカで活躍し、日本の絵画界に新風を吹き込んだ野田秀夫、日記シリーズで国際的に知られる、版画家で、 東京芸術大学名誉教授野田哲也、かつてニューヨークタイムズに世界写真家の5人男の一人として選ばれた写真家、河野朝八ら、浮世氏にゆかりのある芸術家の作品などを中心に収蔵、展示している。建物の設計は北川原音と伊藤建築事務所。ロマンの日、白糊をイメージして斬新にデザインされ、熊本系鑑賞奨励賞。 第17回日本図書館協会建築賞など各賞を受賞している。熊本アートポリスに参加している。知らぬ市長に美術館完成。熊本日日新聞1999年6月12日長官。学部、学べ知らぬ医療構成に。熊本日日新聞1999年7月19日長官。芸大教員アーカイブ。東京芸術大学。 2013年12月14日閲覧。ありがとうございます。